そう、お風呂入ってきました。なんかさ、ドライヤーのみだからアイロンはやってないんだけど、なんかいい感じに髪の毛まとまってますね。いいんじゃないでしょうか。このまま壁紙も取れる感じ。あ、2分くらい前に届いたのって。こんばんは。なんかお風呂入ったらもう寝るモードになりました。寝ます。失格です。ダメですね。失格にならないように生きていこうと思います。そのまま壁紙。一人だけパジャマのね。一人だけパジャマ。なんか思ってる写りがまだまだ良くて良かったです。思ってたより。お風呂上がりなのに。雑談という、ね、雑談と、何?題したこの配信。なんかね、一個ね、雑談みたいなね、なんか言ってる。あれが来ましたね。雑談という書いたマシュマロが来ました。マシュマロ企画やるので、マシュマロ買ってきたらやるので。猫ちゃんどこで買ったネット、てか買ってもらった、買ってもらった誕生日にお姉ちゃんに。パジャマドライブ、確かに。パジャマでドライブ、月明かりを道案内に、こんな時間からどこへ行くの、秘密のデート。猫と、猫と出かける、猫、猫旅。雑談。お笑いに対してアンテナの高いハートですが、ああ、褒めてくれてますか、嬉しいですね。あなたはボケツッコミ応援のどの立ち位置でしょうか。よろしかったら教えてください。ちなみに応援とはティモンディ高岸さんのような人のことです。 PS 高岸さんが野球の独立リーグ栃木ゴールデンブレーブスに入団されましたね。栃木県民にやればできる精神が浸透すること、受け合いですね。ぜひ応援してきてくださいとのことです。どうも。そう、見ました、なんかニュースで。ティモンディの高岸さんが、栃木の、あんまり仕組みはわからないんだけど、独立リーグ?栃木内でのってこと?何?リーグってさ、リーグ戦?一つの戦いってこと?ラジオみたい、確かにラジオのお便り読み上げの気分で最後の方読んでました。長さ的にも。誕生日にやってきたから、私と誕生日一緒のようなもんですね。ちなみにもらったのは3月です。この子は3月に届きましたけれど、私のお誕生日にもらったので、誕生日同じようなものですね。あ、そうそうそう。モバイルの会員の方は、待ち受け画像もらえるらしいですよ。僕の太陽、僕隊の、着てる衣装のさ、最後のやつの、語彙力すべて、切り捨てちゃった、今。高岸さん、オレンジ好きすぎて好き。それは、あれでしょ?カズレーザーさんが赤好きすぎて好きってなるじゃん、そしたら。いや、5月生まれ、5月生まれ。一応プロやで。プロ野球を目指す人たちがいるリーグみたいなもの。あ、そうなんだ。衣装とひまわりが似合ってるね。ありがとう。そう、ボケツッコミ応援どの立ち位置でしょうか。どこだと思いますか?
安藤夏さん、紫好きすぎて好き、いやそっちかーい、あツッコミかな私春日さん、ピンク好きすぎて好き、え、なんかなんかそういう構文ですか、そういう構文発生してますか、このショールームにいて。なんかすごいボケって言われてますね、私なんか傷つきました、このボケって言われてます、すごい言われてるんですけど、悪口ですか違います、お笑いの立ち位置の話ですね。さて、猫と行くショールーム旅、ツッコミだってボケ3に対してツッコミ1の割合できてる、コメントがデシオさんは赤、そうだねその構文でいいねよ赤好きすぎて好きって、ボケるのが好きだよ、でもツッコミも好きだよ、どちらでも。え、なんかその時によって変わりますよね、結局なんかそこに笑いが発生するのが好きだから、なんかボケる人いなかったらボケるし、っていうかそんなあんまり人との会話ってより自分のコミュニティ内、ツイッターとかさ、まあそういうのではまあボケというかさ、ふざけるしでもなんだろうな、ショールームのコメントの皆さんも結構こうふざけるの好きじゃないですかだからさ、それでそこに対してはツッコミかもしれない、大阪の人ってマジでそれでオチはって言ってくるよ、ちょ厳しいな、厳しいねそれは、ちょっとオチはないんですけれど、オチはないんです、許してくださいって、家ではツッコミでしょ、お母さんがボケだから、いやお母さんが、お母さんふざけるじゃないですか、私はそこに便乗してさらにそのネタの延長線上のことを言うから、バトルですね、バトルが始まります、ファンは推しに似るからね、どこの部分で似たっていう話だ今、ボケまくるってこと？そう、お兄さんがめっちゃダジャレ言うとかなんか噂に聞くよね、常に真剣にコメントしてるんですが、あの後にめっちゃさ、カーニにカーって笑ったさ、絵文字ついてるところでさ、ちょっと察したよ関西人やけどそこまでは求めん優しいね、それはね、オチがなくても寛容に受け止められた方が結局平和だよね、俺はめっちゃ真面目だよ、びっくりマークだって、オチ担当、オチ担当って強くないですかね、だっていつでも話を落とせるわけでしょ、強すぎますよそれは、一人ボケで一人ツッコミでは、あもう両立している、全てを両立、ラップバトルしよう、しようだったら別に星にならないか。だ、先行、猫太郎、高校破綻、レディーファイ、チェケ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 。よう、俺は猫太郎。かっこいいだろ？猫太郎ラップ。チェケ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 、よう俺はハータン、私負けるなこれよう俺はハータン、堅物じゃないぜ、お
母さん。チャケ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 。スクラッチ音がチャケ。チェキ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 。いいね、なんかどっちにしろ絶対スクラッチ音じゃないんだけど。猫太郎多用されてマジかろう、イエーイ。そんな状況もよかろう。猫太郎モップ猫じゃないよ。あとはパリピなの？いいえ。ノットパリピ。イエス。イエスなんだろう。モップ猫の掃除配信が見たい。え、この猫ちゃんをさ、例えばこうなんか毛づくろいしてあげるとかいうそういう意味なら許すんですけど、この子を使って。じゃあ階段の手すり掃除してみましたとかだったらちょっと私の中のリトルハタンが黙ってないぜ。パンチライン。これで優勝していくからね。もうこれで優勝できるから私、ラップバトル。別にインフもなくてもパンチラインというもうなんか印象強い節をね繰り出せば勝てるので。黙ってないぜ。めっちゃ怖く詰め寄る感じで勝とうかな、ラップバトルに。まだラップバトル続いてるって。終了。16小節1本ずつぐらいだったかな。32小節1本ずつかな。それではジャッジの方に参りたいと思います。先行猫太郎が、先行猫太郎、イエーイ。後攻ハータン、イエーイ。ほうへい、わーわー、勝者ハータン。負けた猫太郎もありがとうございます。宣伝などありますでしょうか。はい、今度モップ猫掃除配信やるので見に来てくださいにゃ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いてのバトルは、これラップの大会の進行のモノマネ。本当にこんな感じだからなんか見てみてください。ラップバトルの動画見るとこんな感じに進んでいきます。結構トーナメントになってて、なんか動画とかさ、一試合だけ載せてる、もう公式が載せてる動画とかあるんだけど、そう。さあ、それでは次の試合に参りましょう、みたいなこと言って、司会の人がね。先行代々、後攻代々、ビートを聞きましょう、とか。ビートへ、ビートのさ、DJ の人が二人いるイベントだと、2個聞いてどっちがいいかをなんかねやったりするんだよね、ルールで。じゃんけんして先行後攻決めて、で先行の人がビートを選べるみたいなルールがあって、で選んでからの、そう、先行誰誰、後攻誰誰、レディーファイとかなんか言って、レディーファイはあれだっけ、フリースタイルダンジョンとか、フリースタイルダンジョンってなんだっけ、カーマセイだっけ。評価の基準ってあるの？完全にね、フィーリングだね。その時のノリとか。相対評価だから、もうなんか、あれですよ。なんて言うんだろうな。あんまり期待されてなかった人が、めちゃくちゃかましたら、それだけで、どんどん勝ち進むこともあるし。めっちゃ前評判いいみたいな人がちょっと失敗すると、なんかその瞬間ちょっと諦められちゃったりとかするから、結構波乱万丈っ
って感じです四字熟語を言いたかった人お風呂入ったすっぴんという名のちょっとエフェクト付き。プライベートラップバトルみたいなの草なんだが、いいですよあんまりね、そのなんていうの、アンダーグラウンドみたいな感じのなんだろうな、価値観みたいのはあんまりそこまで理解しきれないところもあるんだけど、それよりも聞き心地が良くて楽しいですよ。あ、今ねヒペノシスマイクとか、そうですよね、あれの曲がいいって聞いて、と聞いてみたら良くてなんか一曲のみ知ってます。ジャイアンキリング、ジャイアン、え、ガキ大将の破綻万丈。なんでラップ話になったの、ラブのモノマネしたからいや実際のね、会場はね、ちょっとしか行ったことないです。そう、怖いからね、結局雰囲気が結果怖いから、本当に2回くらい、まあ行ったことあるんだけど、このご時世になる前だけどね、なんか結構前ですね。ジャイアンキリングゴジラはね、ガキ大将がやられたのかと思っちゃった。ラッパーさんいる、最近のバトルシーンがあんまりわからないです、見てないから。でもね、聞き心地はね、あれもね、名前あんまり言わない方がいいのか確かにそう、木村すだやさんでそうだよね、確かにそう、そっか、話が繋がったじゃん。そしたらすごい、ジャイアンキリングの5時もちょっと意図されたものだと言えるよメインが猫になって、本体サブ、聞いて心地よさある、ありますよね。私はもうね、なんかバトルが主です。曲だとレゲエ寄りのものが結構かっこいいなって思うことが多いですね。なんか韻を、曲の中で韻踏むことを重要視してるやつだと、なんか何、レゲエっていうジャンルに寄ってた方、寄った曲の方が好きかもしれない。心地よさは分かるかも。そう、なんか内容よりさ、韻を踏んだ時の聞き心地の良さ、スカッとする感じ、あのためだけに聞く時もあるしねアコースティックギターでラップ、アコースティックギターでレゲエ、でもレゲエはちょっといけるんじゃない、レゲエ好きではないですね。あまり詳しくはないので。猫のぬいぐるみと変わりたい。頑張れ。願いが叶うように。もう七夕に短冊に書いとけばよかったね。クリスピーナッツ、クリーピーナッツさんかな？そう、クリスピーナッツだと思ってる人、絶対になんか、世の中のさ、クリーピーナッツという名前を聞いたことのある人の 5% くらいは多分、クリスピーナッツだと後から思い出した時に言い間違えるよね。
AKB レゲエ調の曲ってあるっけ？ないと思いますよ。ないと思います。そう、曲だとあのインパクトこれね、多分バズってたっていうのかな、あのザ・ファーストテイクでここ1ヶ月2ヶ月ぐらいで上がってて、あれからハマった人とかもいるんじゃないかな。クリスピークリームドーナツラップの生徒動画ある感じする。そう、なんかさあね、歌う感じのラップやる人もいるしね。来年の短冊にね、猫ちゃんと変わりたいって書いてくださいクリスピードーナツと混ざってる。そうでも明日の配信がちょっと、明日がさ、明日がちょちょ危ない危ない、ちょちょ VTuber さんの切り抜きを開きそうになりました。あ、明日はね、あ、割と配信ができそうです。ただ明日までは夏休み期間まだ入ってないので、ま、京都にいた感じのタイムスケジュールになるかなと思います。ちょっと同じにしようかな。じゃあ分かりやすく、雑音やぐ、ごめん、あの時計が、デジタル時計が倒れていた。約1年ガチで間違いないな。いや本当にそれはある。ここがさ、目覚まし時計のスイッチだったら結構押しやすいよね目覚まし時計のスイッチじゃないよ。朝配信が7時15分から8時だと嬉しいかも。なるほど、どうですか皆さん。私的にはいいかも。そう、なんかね、45分、60分微妙に微妙かもしれないとも思った星投げて音とても心地よし。待って、あの川柳とかさ、575だと思って完全に読んでいったら絶対じゃない、全然違った575コメントだと思ったら違いました。8時過ぎ？あれですか？朝はね、8時までしかできないの。明日までは多分。明後日からできるかなと思います。だから明後日は、漢字の明後日ができないかもしれない。その猫ちゃん、ドラマに見える私だけ？見えますか？皆さんどうなんだろう。私は思ったことない、ちなみに。どうなんだろう。で、17時。10時間足してしまった。10時間足しちゃった、間違えたどうしようね。でも早めない方が楽な人もいるかしら。確かにさ、境遇的になんか似てそうだね。なんかこうなって青くなったら、涙で青くなってドラえもん太郎が完成するかもしれない。何、ハートのナポリタン、ちょっとやめてください何時がいいかな。何時の、何時ってあれね、あの三水に女と書いて何時。違いますよ、ふざけただけなんじ、あのいつっていう何時と、その何時をかけたらいいのかもしれないよ。え、あのさ、21時か24時、私22時までしかできないから
そう、なんかさ、あの多分もう、あの何、多くの人が都合いい時間にちょうどできないんだよね。それで朝はどうしようか、7時15分からするので、あれかな、じゃあでも7時半と同じ感覚で多分やっても大差はありませんか。はい、え、7時半にさ、7時15分から始まってる配信にさ、7時半に入室して3週あれ、入室時間から配信終わりまでが自分で3週できる時間あったらできますか。開始時間ってより、ん、開始時間に関わらず入室時間でも、あ、できるよね、ありがとう。そうだね、じゃあ今日の7時半に始めた時と同じ感覚で7時半から入るよってやってもらっても大丈夫です。私理解してないですが3週できそう。3週はもうなんかめっちゃ頭冴えてるみたいな時に、あのネットに転がってる3週のやり方情報を見るか、なんか自分で3週のだからこの時間だからこういう仕組みでこうできるんだって、なんか一回図で書いてみるか、それか2周をするか、あのあれだな、難しくて失敗するよりは2周の方がなんか確実だし、ストレスにもならないよって人には2周もおすすめですよ。そっか、開始時間かけない、ありがとう。ハータングラタン、ちょっと何言ってるんですか。そっか、入室時間に自由ができる、ありがとう。そうだね、じゃあ全部45分枠でやればちょっといいのかしら。7時15分から17時から19時から21時からで、それぞれ45分でやっていったらちょうどいいかしら。図で書いてもわからない。そう、私も私も図をさ自分で書こうとしたのにさ全然書けなくてさ、そう、まずこの何て言うの、あの目安になるさ、この配信開始とかいうさ、このあるじゃん、ラップあるじゃん、この途中記録タイムみたいな、ライトめっちゃ暗くなっちゃった。あ、じゃあ、あれをさ、区切りをさ、何本線書けばいいのか分かんなくてさ、図で理解すった、すげえ。めっちゃ発音がなんか、英語になっちゃった、なんか。図の方が理解しやすいって人は、もしかしたらそっちの方が分かりやすいかもって思って言ってみた。私はちなみにそっち派じゃない。ガチでアドバイスされ。え、でも、その質問、同じ質問を思ってた人の、ためになったかもしれない。あ、今日ですっかりマスターしました。ナイス、語尾が独特だけど。寝る前に星満タン、そうだね、そうすると楽です。5時台に起きなくて良いので。そうだね、7時15分から見るよって人は6時半にしてほしするとちょうどいいです。今日と同じ感覚でやりたいよって人は6時45分にしてボスすると6時半から入室して言いたみできますね、多分。ショールームの攻略も欲しい、確かに売れそう。あ、なんか出版する側になっちゃった、パブリッシャー。17時から24時、何が、どれが、 YouTube で、 YouTube の動画もあるんだ。なんかGoogle で調べてブログとかで見てました。え、そう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 、番組をさ、リアタイもしたいんだけどさ、配信のために寝るを取って生きていきます。
ハータン、ラーメン、インフメてない。あのね、あれで考えるといいです。あ行で、母音で、あーあんと、うわ仕方ないから置いといて、あーえんだから、ハータンとか母ちゃんとかだったら踏めてるんだけど母ちゃんはラーメンの代わりにならんごめんとそうめんは踏めてます。ちなみにビジネスそう、おびコメント書いてくださいおびコメント、これのおかげで、これのおかげで、この本のおかげで、あ、なんだろう、え、なんかさ、全米が泣いたとかにしません？帯のなんか大きく書きません？タータの数年後の趣味、ウィキペディア編集になってるよ絶対。え、なんかすごいあれなんですけど何ですか？ウィキペディア編集のイメージって何ですか？どうなんだろう。ウィキペディア編集したことないですよ、ちなみに。で、ウィキペディアの情報ってね、何？ちゃんとした文献みたいな感じじゃないからさ。ね、誰でも編集できるからね。ハータンとアーメンは踏めてないんだよちょうど同じ外し方してるな、それ。ラーメンとアーメンだったら踏めてるよ。チャーハンもそうだ、ハータンチャーハン踏めてますね。全編にショールームないだろ。まあ細かいことはさ、まあまあまあ、全栃木県民が泣いた、ありかもしれない泣いてないのに泣いたらあかんやろ。え、じゃあなんか泣かせるような内容にすればいいんだよ。なんだろうね。すごいさ、感動的な配信ランキングみたいなの載せればなんか、泣きの要素も入るじゃないですか、本に。歴代配信の。そう、ルーム情報に2週も書いてみました。そう。お母さんが笑い泣きした笑い泣きか、泣きじゃないんだ。ウィキペディア編集地味やな、地味なイメージなんだ。間違いだらけかもしれない。ものによってだよね多分。ウィキペディア、キメキメキメオの歌詞どう思ったの？え、多分夢だと思うよ夢ストーリーだと思うよ。泣かせてみよう、ホトトギス。あ、全ホトトギスが泣いたとかはどうですか冷やし中華始めました？全米が泣いた？冷やし中華始めました？全米が泣いたと冷やし中華始めましたで、なんか、それをね、羅列してもさ、全然、韻踏み具合が少ないけど、なんかそれっぽくなってるんだよ。まあ、ましたと泣いたで踏んでるんだけど韻を踏む話してないんだよね今。山手線配信、ハンタンランタン踏めた？缶踏みじゃないけど、缶踏みっていうのかな、じゃないけど、一応ハとラで母音合ってはいるから、まあ聞き心地はいいか悪いかで言ったらいいよりだと思うよ。せんべいを焼いた？あ、全米が泣いたせんべいを焼いた。あ、いえ、全米せんべいでいいね。あ、まあそれなら泣いた全米、焼いたせんべいとかにしたらあ、いや、NA で缶踏みできる。冷やし中華って雨宮さんの仕事取るつもりやん。あ、ね、ギターを持って何言ってるんだ本当に何話が
1点、2点、3点、4点、前転、後転、7点抜刀、インフミ研究家ですよ。インフミ研究家、インフミ探検隊かな、インフミ探検隊。めっちゃ専門的な解説してくるな。なんかさ、プレバトの俳句の添削みたいになっちゃったよね、夏井先生。ってこと？ランちゃん踏んだってこと？ってこと？物理的な？何？踏んでないよ。何？どういうこと？破綻ようくなんに私破綻雑談なんでね。岡田里奈ちゃんが泣いた。あ、待って、テロップそうじゃないか、そうじゃないか、そうではないか。ちょっと待って、ありがとうございます。だるまさんが泣いた。だるまさんってさ、だるまさんが転んだのさ、あの系列でさ、だるまさんの一日っていうやつあるよね。それだとだるまさんが何々したっていうタイミングで、そのさ、ジェスチャーやりながら止まるっていうルールでさ、ちょっとあのだるまさんが泣いたじゃん、転んだのアレンジ面白いですよね、あれも。何がいいかな。星投げ、弁当中、あ、イベント中って言っちゃったね。もう多分さ、こう最初から星投げしてくれるよって言ってくれた人は多分結構もうやってくれてて、ありがとうございます。あ、カウントとかもまだやってないよって方が、もしそこのあなたとかいたらぜひ。もうカウントじゃない、コメント50個ぐらい多分送ってる人もいますね。動いたら撃たれるよね。え、だるまさんが転んだの何、特殊ルール？ブラインドカウントできそうな気がするし、さあ、失敗し続けた時の地獄地獄コメント欄生み出すから、ちょっと気をつけてね。あ、イカゲーム、そうなの、ちょっとイカゲームとかさ、そういう性質含んだものなんかなと思って。ね、指刺されフェチですか？カウントしたことないんですか、面倒だから。多分ね、割とコメント数もね、あのね、あのコメントの数は、あの普通の、もう何て言うんだ、文章コメントでも50個するのと、1から50の数字を送るのはあのイコールだから。カウント成功してるか分かるの？50個なんか私の話に対す関するコメントとかをなんかしてくれれば50個っていうか、感覚的にあのめっちゃたくさん、なんかなんだろうな、普通のお話とかのことを言ったりとか、それか、まあ、1から50半角数字で全部送ればあのできてるって分かります。分かりますっていうか、あのカウント成功しましたの表示はない、ない、それだ、簡潔に言った方がよかった。ごめんなさい。50回可愛いって言い続けるのでもいいのよね。え、なんかあれかもよ、ショールームの機能に何、運営さんが搭載した AI とかもしあったら、なんか嵐と認定されてしまうかもしれない、もしかしたら。普通に配信見ていても50コメントくればして、そうそうね、なんか積極的になんか
ボケまくってる人とかは多分なってますね。イコールラブってことね。そうかもしれない。ノットイコールではありません。ヒガゲームって足にぶら下がる体力系のスポーツ？何それ、そのラウンドもあるのかしら。そう、コメント50個してくれても一緒だよ。ハートの好きやとこ50個書くってこと？ OK。 1でよし、あ、1をね50回打ち続けても一緒です。あ、でもね、多分ね、やってくれたらね、成功してると思います。思いますというか、1から50打ってくれてればね、確実に成功してますよ。うん。あの、SMS 認証、電話番号登録の認証した上で、あの、なんだ？コメント欄、あの、数字で荒れてるみたいにも特になってないから、多分ね、やり方は合ってたはず。1時間に50回はボケたいね。ナイス。同じコメント送れないから、0と1の二進法が確実だって。じゃあ、0と1でぜひ、やってください。ラップが来ましたぜ。 AKB 超えてやるぜ、全盛期推し変しないよ永遠に。よし、踏めた、いいね。しかも内容が熱いからきっと支持する人が多いよ。Because I love you, thank you。 政治進めるのは、そうそうそう、なんかややこしくね、あの、なんだっけ、ややこしくならないためにはと1から50でやっていくのが一番よくて、次にねいいなって思った方法はなんか0から9をずっと5回打つっていうのが一番じゃない、2番目に私はやりやすい方法かなってなんか聞いて思いました。ナイスのことライスって言ってね、なぜですか。1、2分に1回ボケるのきつい。そっか。待って。そうじゃないですか。ね。あ、クマさんだ。白クマさんがクマさん投げてくれて、ピンククマ。ありがとうございます。1.2 分ってことか。あ、そうだね。そうだ。12×5 で。まあ、てか、あと逆なんだけど。12×5 で考えちゃったっけど、1.2 と50だね。かけたら60だから、そうだ、60分でだから 1.2 分で1回合計円周率を50桁打つのはどう？いけるならいいと思う。そう、めちゃくちゃ気軽にコメントしてればね、多分50超えるんだよね。えー、みたいな、私がなんかさ、布団が吹っ飛んだって言ったら、えー、とかなんか気軽に言えば超えます。45分配信だったら確かに足りなくなってしまう。50回ボケたらすごいよ。でも拾いきれないほどのボケがね。結構見てコメント、そうそう、まあまあそれはそう、意識してこうコメントたくさんしようかなって意識したら多分なる。都道府県1つずつ書いては47枚いける？いや、私のこの、コメントのロールに流れるじゃん。流れで北海道から流れてきちゃうじゃん。ご当地あるあるみたいな雑談始まっちゃうよ。多分私そのコメント拾って。数字をやってください。桜みたいなコメントは嫌だな。みんなね、みんなも茶番を全て演じきるから、ちゃんとマシュマロはもうあの
すごいくだらないことを送ってください。50を打てばええやん。表示されちゃうのよ、数字じゃないと多分。いいと思ったんだけどさ、そうね、あのなんていうの、確実にコメントするためにはいいんだけどさ、配信が荒れてるみたいになっちゃうのよ。私がボケを連発すればみんなハとかエとか何言ってんので、全部埋まってくかもしれないコメントが。50回私がボケをすればツッコミ50回で完成じゃないですか。あなたのいいところ50個書くのは無理だな。なんで、諦めないで、諦めないで。読んでお届けプラスお好きな詩を3つ。いいね。お好みで。今日あまり詩送ってない、いつも20 送ってください、ノルマですよ。で、一文字ずつハタンって送ってる人のさ、あの間にハとタとの間に絵が入ってハエタンになっちゃってるけど、プラス文章コメントの間に入っちゃったし、マシュマロ。マシュマロすごい便利なツールだなってなんか改めて思いました。はい、すごい良さそうだなってなんかずっと思ってたけどさ、いざ利用してみるとすごいね、いいですね。なんて言うんだろうな、 SNS の一つではないからさ、結局ノリ的には755くらいなのかもしれない、多分気軽さ、まあ、匿名だからまた違うけど。好きな寿司ネタ50個めっちゃ難しくない？おかわり自由か、じゃあいくら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 、タラオ。タラちゃんです。なんかハータンチャレンジしてる人いません？さっきからなんか流行りですか？バズってます、ハータンチャレンジ。一文字ずつハータンって送ってくチャレンジですかね。絶対間になんか入ってんのよ。マシュマロ送るね、待ってるね。50個以上あるから帰って選べないぜ。ああ。じゃあいいよ、100個言ってください。はたちゃん、はたちゃんです。最近は何皿くらい食べる？5くらい？多くて。ね、でもさ、サイドメニューの茶碗蒸しがさ、美味しそうで食べちゃうから、それで2皿分くらいなんか胃の容量減るよね。あの、回転寿司の話ですね。アナゴ、いいね。一押しから50押しまで書いて、それはもうやめてくださいな。ハータンチャレンジ失敗して、ハンで、もう、打ち間違え、2文字目が。前3とか4。なんか私さ、どの次元のコメント読んでるんだ？あ、追いついてるんだ、ちゃんと。サイドメニューオンリーの回たまにある。本当に？麺類とかかな。ね、あの回転寿司屋の麺類美味しかったりするよね。初めでチーム作ろうってレベルも案外10人くらいしか。あ、なんかさ、そういうさ、なんていうの、想像妄想のなんかさ、構成考えるの楽しそうだよね、公園とか。一人回転寿司行ける？いやー、行かないかな。回転寿司をさ、多分カウンター席だよね。カウンター席って言うっけ？カウンター席で食べたことがなくてさ、一人でテーブル席使ってもいいのか。母あったん。あ、違う人だった。アバターがや、
アバターがさ、どっちもキャンちゃんの回転寿司で寿司食わんとか何事確かに意思正論ではあるけれど最初に温かいもの食べるとお腹に入らないから、最後に食べる、あ、工夫だ。でもなんかとりあえず来たら茶碗蒸し頼むんだけど、回転寿司屋に来たら一人焼肉つまらなかった。本当に食事ってね、でもそうなのかもね、人と食べるから楽しいのもあるのかもしれないね。一人何したことあるかな私。あ、でもなんかね、これあんまり一人で行く人いないんじゃないかなっていうのに、なんか行った気がするんだよな。いつか自慢するかなと思った気がするんだけど、なんだっけあんまり一人で行かない店か、いや買い物かな、なんだろうな、なんか行った気がして、最近これはネタになるぞと思って忘れてました。あ、一人カラオケは行ったことありますね、何回か。一人カラオケはいいよねでもなんかさ、すごいさ、時間いっぱい歌わないとって気がしちゃって、喉をだいたい次の日ちょっとなんか疲れてるよね。一人猫カフェいいね。猫は懐いてくれなかったらもう悲しい。二人いたらまださ、一人は懐かれなくても、もう一人にね、猫ちゃん寄ってきて二人でちょっとめでられる可能性あるじゃん。一人餃子ないです、行ったこと。ネタ帳見返さないとメモし忘れちゃった。一人綱引きいいね。あ、でも一人トランプとかなんかやったことあると思う、多分。一人マジックやったことある、私、トランプ。一人トランプマジック。カードを1枚選んでくださいって言って、なんか、ここが取って、ああ、ハートのエースねってなって、好きなとこにしまってください。つーって言って、で、ちょっとこっち側に回ってね。ちゃんと、種も仕掛けもあるやつだから、私ができるのって。やったら、パララッタン。あなたが選んだのはこれですね。お、ちゃんとハートのエース来てる。やったー、成功っていうのはやったことありますよ。マジック。マジックさ、結構ね、あのね、結構凝った感じの持ちネタっていうかさ、あの、おじいちゃんに教えてもらったやつがあったんだけど、忘れちゃったんだよね、もう。もう忘れてしまった、忘れちまった、悲しみにエアーマジック、そうそうそうエアー、いやでも一応成立してるから、ちゃんと。一人コメだ、一人コメダ行ったことないな。一人コメダ別に、でも行こうとすれば行く気がするな。で、一人カフェは行けるから、一人カフェ、一人スタバ、一人タリーズとかさ、行けるわね結構なんだろうな、あのチェーンのさカフェとか、なんかファストフードとかは普通に機会がなくてそんな行ってないな。振り回しできたらかっこいい、あ、技術的なね。せっかく先祖代々のマジックを伝授したおじいさん、かわいそう。先祖代々ではないですね、実は。なんか習ってたっていうかな、師匠的な人がいるのかな、おじいちゃんにもわかんないけど、結構長年ねマジックやってて、めっちゃマジック道具持ってて意外と昔は普通に見てたけど、マジック見せてもらってたけど、行くたびになんか結構すごいことだったかもしれない。マールベチン飲んでない。アーモンドミルクラテにバニラシロップ追加とキャラメルソース追加で、そうカスタムで飲みました。美味しかったです、この前。一
人電話怖すぎるでしょうが一人で電話するのもしもし、はい、もしもし、だいだいさんのお宅でしょうか。あ、間違ってますよ。あ、すいません、間違い電話でした。失礼します。ガチャ。あー、待って待って待って、急に飛んできたよ。あ、ひろひろさん、ありがとうございます。え、もしよ、声がなんか裏返ったちょっと待って、お名前メモして後で書きますね。紙にかわいいかわいいイラスト私の中でのかわいいイラストとともにイベント行こうかな。ちょっと待って、大文字になっちゃった。大丈夫、ちょっと待って、なんかキーボード打つのすごい下手。ありがとうございます、ひろひろさん。妙よろで、妙一よしくで、史上初の自分にいましたので、リレー形式の配信でね。じゃあ、今日はこの子に電話かけていきたいと思います。ポチポチ。発信。うるるる、はい、もしもし。あ、誰だいちゃん。あ、ハータン。あ、どうしたの、ハータン。え、今、妙日よろしくの配信しててさ。うんうん。スピーカーオンにしてもいい？いいよー。スピーカーオン。それでさ、それでさ、それでさ、うん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 、明日よろしくよろしくよろしく、いいともいいともいいともって言って、よろよろはね、そう、終わって、なんかリニューアルオープン、オープニングスタッフ、オープニングスタッフは関係ないリニューアルされるような、待って待って待って、聞いてくださった方、ログに残ってるところの名前読みます。まこぺさん、どんぐりかさん、しんくん、あさるさんダンディザルさん、ひろひろさん、ありがとうございます。ランキング13位から1位の順番で読みます。ねれさん、ぷんぷんさん、しろくまさん、どんぐりかさん、名前を見た。今日は何時に寝ようかな。22時。あ、でも星を9時9時じゃない9位ダメだ。でも頭が、まこっぺさん、高井さん、ノリーザルさん、やさん、ひらひらさん、ハートのひこばしパースマスパータン、はっぱさん、つばりんさん、ピカチュウさん、ありがとうございます。雑談、あ、ギフトの方、ピカチュウさん、はらちゃん、キャンパツさんもありがとうございます。また明日、明日は7時15分からの配信と17時、19時、21時からそれぞれ45分ずつ配信しようと思うので見てください。イエイ。またねー。そう、予定表も作ろうと思います。